黒歴史ノートを作れって話をしてるんですよ。はい、黒歴史ノートって何かっていうと、はい、どういう間違いしたかをこう付箋とか貼ってメモっておいて、うんうん、要は極力軽いことほどそういう黒歴史ノートに一通りまとめといて、うん、普段から見直す習慣をつけておく方がいいと、うん、うんうんうん。武田塾チャンネル。悩んでるよね、みんな。悩んでます、うん、いやもう浪人生は本当このね1ヶ月終わって、その後ねちょっと自分の今進捗を確認するのと、あと、うん、まあ、現役生はねまだ部活やってる子多いと思いますから、うん、はい、部活終わってから勉強始めじゃなくてもう今から始めてほしいと思いますね。できることをね、とりあえずって形で、はい、まあ、その中でね、もし迷うこととかあったらぜひ相談してほしいと思いますので、はい、そのね、受験生の悩みに答えるこの番組は受験相談 SOS。 矢田先生、はい、今回の質問は何ですか？はい、今回の質問は、うん、模試やテストで間違えたところや苦手なところなどをまとめるノートなどは作った方がいいですか？うん、またどのように作ればよいと思いますか？なるほど。模試とかテストの復習はやってました？やってたと思うんですけどね、なんかあんまり記憶にならなく、うん、でもなんかがっつりやったみたいなことはあんまないから、ね、そうですね、直しとかはしたけどぐらい、うん、そうですね、なんか、うんうん、そこまで徹底してやったっていう感じではなかったですね。うん、まあそれはなかなか難しいですよね。完全に二度と間違えないように徹底したいみたいな人だったら、うん、もちろんそこまでやるんだろうけど、うん、自分でそう思うのはなかなか大変だとは思うし、なんか模試とかってどう復習したらいいのとか、うんうん、なんかこういう復習のやり方いまいちわからないみたいな結構あるとは思うんですね。これ数学の勉強法の中で自分がその数学のミスをなくすためのやり方として、黒歴史ノートを作れって話をしてるんですよ。はい、黒歴史ノートって何かっていうと、はい、どういう間違いしたかをこう付箋とか貼ってメモっておいて、うんうん、でふとした瞬間にガンガン見直して、はい、間違いを覚える、どう間違えたか思い出して、常にそれをこう問題解くときとかに意識するようにしておくノートを作っておくと、そのミスって減ってくるよみたいな話が、黒歴史ノート、そうそうそう、うん、でこれを作る時の注意点としてはですね、はい、何冊も作んない方がいいです。はい、どこで何があったのか分かんなくなるからね、うんうん、まあ教科で一冊いいんじゃないかな。まあ、もちろんタイトルとかちゃんと書いて、例えばここのページは何月何日の模試の復習みたいなのを、例えばさ、付箋貼ったタイトルつけとけば分かんじゃん、なんか見直したい時とかで、そういうものを使ってやっていけば、まあ、復習はかなりしやすくなるかなとは思うんですよ。で完全にそのミスをしなくなったら、例えばそれをもう付箋を剥がして、うん、ここは見直さなくていいやっていうふうにするっていうのがいいと思う。ここはできたってところでもう置いとくと。そう、だからこの模試とかのケースでも多分ね、ある程度大事だと思うところは自然とやってる側面はあると思うんです、うんうん、だけど怖いのがなんかその軽い気持ちでスルーしちゃった範囲とか、うんうんうん、っていうのは割と本番で出るんですよ。意外と出る、うん、そう、克服しないままできたことは、まあ、出ないだろうって思ったら割と出るんですよ、うん、なぜならみんなできないから。なるほど。そう、大体同じようなとこ間違えるんですよみんな。だから逆に言うとそこで差をつけるんですよ、うん、自分が間違えるようなことは大体周りも間違えるって思っといて、うん、それを間違えないようにするっていう意識を持って、要は極力軽いことほどそういう黒歴史ノートに一通りまとめといて、うん、普段から見直す習慣をつけておく方がいいと、うん、だからそれはまとめ方のコツとしては、とりあえず全部まとめておいて、できるようになったら消していくっていうふうにまとめるといいかなというふうに思います、うんうんうん、でただ全部書くっていうのは間違えたポイントだけを書くのであって、例えばそのテキストそのものを丸写すようなことはしちゃダメだよと、それやったら時間足りなくなっちゃうからね、はい、だから復習をする意識としては、これはきっとみんなも間違えるから俺はできるようにしとこうみたいな、ちょっとできるようにしたら差がつくんじゃないのみたいな勢いでやっておくと結構復習が楽しくなるかなと思うので、俺勝ったわここでみたいな工夫ですよね。そうですね、そういうふうに復習に対してのモチベーションを上げるっていう作業をしっかりやった方がいいかなと思いますね、はい、なので、まあ、極力一冊のノートとかで、まあ、まとめておいて、うん、まあ、定期的に見直すようにしておきましょうと、まあ、それがポイントですね、はい、はい、ということで今回は以上です。
中堀先生、はい、あれこの背景は何ですか？ちょっとね、新企画のあの、はい、背景としてですね、新しく、はい、あの設定したやつなんですけど、新企画、武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法っていう、はい、シリーズ、そんなシリーズができちゃったんですか？そう、今、はい、絶賛こう動画増えてる最中なんで、はい、ぜひね、あの直前期だったり、はい、もしくはいろんな大学でどういう勉強すればいいのかなっていう知りたいね受験生にも、こっから受験する非受験生にもおすすめな動画となってぜひ見てほしいですね。なるほど、おすすめですね、はい、これはね、はい、まあ、プラスね、はい、参考書ごとの一冊ずつの情報とかね、はい、勉強について文字で、はい、見れる逆転合格 .com というサイトがあります、はい、それはこちらですね、最強のサイトですね、はい、さらにですね、はい、武田塾チャンネル、今までのこの動画ですね、いろいろ見れるように、はい、チャンネル登録、募集しております。それがこちら、本当登録してください。はい、お願いします。で最後で今あのいろんなね質問とか皆さんから来てるのは、実はそのコメントの方でね来ていただいた質問を返しておりますので、はい、コメントここから、できますのでですね、はい、ぜひこちらから、コメントもしてみてください。